ところだもん。はい、もう拝見します2016シーズンのホームゲーム最終戦終了に伴い、ご来場の皆様に今シーズンのご声援に対するご礼のご挨拶をさせていただきたいと思います。はじめにジェフライトの株式会社代表取締役前田秀幸より挨拶申し上げます。拍手ありません。ジェフ・エナイテッド代表取締役の前田でございます。本部最終戦にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今シーズン昨年に引き続きここ福田電子アリーナに20万人を超えるファン・サポーターの方にご来場いただきました。誠にありがとうございました。また160社を超える企業・団体の方から物心両面の多大なご支援を賜りました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。そしてホームタウンがある市原市、千葉市の皆様には町を挙げて私どもをご声援いただきました。私どもの今季の成績、そして一つ一つの試合の品質、皆様ご覧いただいた通りでございます。期待に添えませんでしたことを深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした。今シーズンはレボリューションというスローガンを掲げ、クラブ、チームとも自己革新をしていくんだという強い決意で臨みました。7月にはチームとして前に進むため指導陣を交代するという判断をいたしました。監督代行の長谷部でございますが、まさに渦中の栗を拾う状態で困難なミッションに誠実にチャレンジをしていただきました。すべてのこの結果の責任は社長である私に期すべきものでございます。後ほど長谷部そしてキャプテンの佐藤からご挨拶をさせていただきますが、何卒皆様から拍手をいただければ幸いでございます。私どもの目下の目標は
来週の今季最終戦、さぬき、全力で戦い、勝つこと、これしかありません。一方で、2017年に向けた準備を進めていかなくてはいけません。私どもジェフユナイテッド、26年目のシーズンを迎えます。本当の意味のプロ魂を持って、そしてサッカーの技術はもとより、しっかりと強い戦闘意欲、高い士気を持った、本当の意味の戦闘集団になることを目指して、秋のトレーニング、キャンプ、プレシーズン、しっかりと体をもとより精神を鍛えていきたい、強く決意しております。ぜひ私たちのチームの変化をご覧いただき、そして今シーズンの悔しさ、そして私たちが目を背けることができない、今のこのリーグにおける私たちの立ち位置、これを忘れているような役員、スタッフ、選手がいたら、ぜひ激しく叱咤を賜れればと考えております。サポーターの皆さん、今シーズン本当にありがとうございました。皆さんご覧の通り、私ども、いい時もあれば、むしろ悪い時、うまくいかないことの方が長いシーズンでありました。それでも諦めずに、皆さんがお互いを鼓舞しながら私たちに声を枯らして声援をしていただける、そのことが私たちの何よりの励みでありましたし、私たちに黒魂を教えてくれたのはむしろサポーターだったのではないかというふうに思っております。1年間本当にありがとうございました。最後になりますが、2017年、しっかりと強い魂を持った集団となってこのピッチに戻ってまいります。何卒今季に増してのご声援、そして厳しい叱咤激励賜りますことを最後にお願い申し上げ、私からの挨拶に返させていただきます。1年間どうもありがとうございました。前のように挨拶に申し上げました。続きまして、ジェフユナイテッドイチャーダッチは監督代行長谷部茂人主任に挨拶申し上げます。今日の試合を含め、勝つチームに変えることができませんでした。責任を感じています。ただ、今日の95分間で見てもらった選手たちのいいところ、これまでよりも増えたと思います。攻撃だけではなくて、守備のところ、ボールがないところ、戦っていると思います。戦えるようになりました。結果につなげるためには継続することが大事だと思います。皆さんに継続して今いる選手たちを支えて応援してください。よろしくお願いします。スポンサーの皆様、ファン、サポーター、特にゴール裏の皆様、熱い声援をありがとうございました。これからも、これからは飛躍していくジェフになると思います。どうぞ今後ともよろしくお願いします。監督代表、長谷部茂人主任に挨拶申し上げました。最後にジェフユナイテッドイチャーダッチは選手を代表しまして、キャプテン佐藤優也より挨拶申し上げます。今シーズンご支援ご声援いただきました。スポンサーの皆様、そして今日もこの福ありに足を運んでくださいましたファン、サポーターの皆様、本当に1年間
ありがとうございました。目標である J1 昇格を果たせず申し訳なく思っております、申し訳なく思っております。すいません、食べました。しかし今日でホーム最後の試合になりましたが、来週最終節の佐々木戦があります。プロとして、そしてこの JF のエンブレムをつける選手として、一人一人が責任を持ち、最後まで全力で戦っていきたいと思います。本当に1年間ありがとうございました。キャプテン佐藤優也に挨拶を申し上げました。今シーズンジェフユナイテッド1の立場に対する温かいご支援ご声援、誠にありがとうございました。それではこれより選手スタッフが場内を一周し、ご来場の皆様に感謝のご挨拶をさせていただきます。なお長谷部監督代行は記者会見のためここで退席させていただきます。それでは選手スタッフはこれよりご挨拶に参ります。どうぞよろしくお願いします。
Thank you.
ありがとうございました。
るね。何？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 そう、そして JR チームの名前の名前が19カ所のポイントで前にチケットを求めたスペシャルコスト価格を同時に発出している抽選券のマスコーク。どうも、はい、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。大久保さん今日頑張ってたね。試合前こうであんぐらいの意気込み見せないと今日はどれぐらい頑張らないといけないかっていうのは多分わからないと思うから。素晴らしかったね。え、あれね、やるのかなりね、ここが強くならないとね、できないよ、あれは。すごい、あれは。でもね、唯一ね、裸になるっていうのはちょっとそれは無理かな。あ、じゃあ、今日の感動したわ、じゃあ、お履いてますよとか言うようなのが。それはいいですね。お疲れ様でした。続いてお知らせです。ジェフのアシストスポンサーニューデイズではホームゲーム開催日初回飛行内のニューデイズで3点以上お買い上げいただいて、レジでジェフのロゴやマスコットのグッズ、当日のチケット、シーズンシートを頼むでくださったお客様に、毎試合違うニューデイズ限定のオリジナルカードをプレゼントしています。本節は町田山子選手のカードです。配布された方の20枚は山子選手のサイン入りとなっております。お買い上げください。また来年。さあ、ということで2016年 J2 リーグ第41節、ジェフ・ユナイテッド1年間の第3回コンサドーレ札幌戦、お越しいただきまして誠にありがとうございました。そして重ねまして本年1年ずっと福割で応援し続けていただきまして本当にありがとうございました。ジェフ・ユナイテッド1年間のスタンダード限定番組フィンカーをお会いしては、ちょっとロジ入ったところ多分すぐ何時だろう。